イトルなんかもう短めなのかとかいろいろなんか今流行りがあるじゃないですか、長めの。いや、あえて全部のコンセプトを長く入れちゃうとかもあるし。でもやっぱ期待感は欲しいよね。ああ、なんとなくこういう話すんのかな、楽しそうと思ってもらえる。説明が異様に多いトークライブ困るじゃない。収まりきれない話です。え、いいですか。あ、いいです。収まりきれない話だとちょっとなんかペンが細いっすね。こんな細くない。全然。風がすごいな。キクさん、ドライヤー冷房顔直のそれドライヤー冷房ちょっと NG なんですよ。本当にコンタクトが顔直のちょっと風ちょっと僕 NG でテレビでできない話。ちょっと不思議な話しましたね。ちょっと不思議な話、はい、どう冷房来てる。ちょっと喉がちょっと喉痛くなるんで。喉来てるんですか。喉僕弱くて直で来てる。直で来てます。これちょっとすいません。上上げるから上上げるから。だからもう単純にこれ逆に言ったらこれ話したい話ってことですよ。聞いてくれとかでもよろしいですね。ちょっと聞いてくれとか、おい聞いてくれ、その時のみんなのテンションで頼むから聞いてくれとか、頼むから聞いてくれっていうのが聞いて、最後聞いてくれファイナルでしょ。人に聞いた話もあれば、あれば自分で旅行に行った話もあれば、ね、幼稚園時代の話、小学校時代の話、高校時代の部活の話があるとか、はい、あとこの仕事始めて仕事なかった時代の話とか、いろんな時代があるわけだから、はい、そういう時代の中のあんまり話すことがなかった話だよね、はい、となるとテレビでできない話ってシンプルで分かりやすいけどね。テレビでできない話、はい、サブタイトルが暴露悪口ではありません。これ、うん、これにしとく？しましょう。そういう感じのトークライブを10月18日、18日金曜日ですね。場所は原宿です。パワースポットですから。原宿？え、あ、もちろんです。なんでですか？いや、もうあの地下水が綺麗なんで、明治神宮の下って東京でもう一番綺麗な水が流れてる場所なんで、やっぱ地下水がいいところの上で生活すると、やっぱりいろんなことがうまくいくっていう。すげえ。じゃあこのライブうまくいく？もう、あ、ちょっとでもそれ。もちろん言いたいところなんですよ。一応占ってみましょう。一応見てみましょう。ライブの成功をちょっと頼むキックさんのハイテンションタロットっていう占いがあるんですけど、ハイテンションタロット普通のテンションでいいです。今集中してるんですね。すごいです。始まりというカードが出てます。これは魔術師のカード、マジシャンのカードといって、始まり、そしておしゃべりを表す意味合いのカードです。今これガチンコですか？ガチンコです。これ22枚の中での、カードの番号1番って書いてありますけれども、まさに全ての物事の始まり、非常にですね、まあ、おしゃべり、まあ、トークライブなんですけど、時間切れです。ちょっと長かった。気づきすぎちゃいました。テレビ対応してないんです。すみません。一人で LINE とかしないんですか？ LINE はそんなにしないんですよ。その大木さんの私生活ってどうなってるんだろう。